今期キャプテンを呼びました木戸英二です。今日はこのような会を開いていただき大変感謝しています。ありがとうございます。今期は監督も変わり僕もそうですが12着の新しい選手が加わりました。そして1月15日に始動してここまでやってきました。その中でチームの具体的な目標として勝ち点56という目標を掲げここまでやってきましたし、これからシーズンを戦っていきます。この目標は簡単な目標ではないと思いますし、これからもっともっと努力してチームのグリでやらないといけないと思います。そしてこのチームのチームスローガンでもある一心という言葉通りみんなの心を一つにして向上心を高く持ち頑張っていきたいと思います。個人的な目標としては相手に嫌がられるようなチームになってファン・サポーターの人が楽しみ喜べるようなサッカーをしたいと思っています。これから長いシーズンが始まりますが終わった時にみんなで笑えるように頑張っていくんで応援よろしくお願いします。ありがとうございます。